エビ中の動画とか。星野美玲のお気に入りの牛丼を決めよう。よいしょ。はい、ということでですね、はい、前回真山さんが私が人生初のカップ焼きそばを食べた時に立ち会ってくれたということで。そうだよね、2人のトークの時だよね。今日本日も立ち会い人に、私初めて立ち会い人に、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで本日は牛丼食べたことなかったっけ。エビ中であったっけ。普段は全然食べたことがなくて、唯一なんだろう、お母さんが作る牛丼の母の手作りみたいな牛丼か。そうだけど牛丼って結構何派ってすごい分かれる、うん、確かにね。みたいでどこどこの、私全然さ詳しくないのよ実は、うんうん、牛丼。私どこだろう、松屋かな。松屋、今日は吉野家、すき家、松屋、中尾に牛丼あるの知らなかった。ね、知らなかった。うどんのイメージだったから、私もうどんしか食べない。大体この4つのお店の牛丼を食べ比べて、好みの、牛丼を探していこうと思ってます。あ、探して、そしてですね、最終的には最終日にですね、実際にお店に行って食べに行ってみるという、一人牛丼をしてみるという、そういう企画となっております。なるほどね、じゃあさ、これはテイスティングってことね。そう、テイスティングということ。そうだ、前回のエビ中の動画とかの、リッコの部屋の時に私が牛丼って食べたことないかも、そういえばみたいな話になったところから、この企画が始まりまして。あ、そうなんだ。なんだっけ、創業カレーでも前まで一緒に。あ、松屋の創業ビーフカレー、美味しいよね。それは確か校長が買ってきてくれたんだよね。私がなんか食べたいって美味しいらしいみたいな。そう美味しいよね、松屋のカレーね。カレーから入っちゃってるから松屋牛丼屋さんなのに美味しいですよ、松屋のカレーは。でもすごいいい匂いがする、今もね、とっても美味しそう。それでは早速すき家の牛丼を食べていきたいと思います。イエーイ、すき家の牛丼美味しいですよね、すき家。じゃあ開けますよ。はいはい。おー、いい匂いする。あー、いい香り。いい香りがします。すごい、ぎっしり乗ってる。好きなだけ。好きやだけね。では、はい、いただきたいと思います。いただきます。いただきます。実食。とりあえずお肉から食べよう。お肉から食べる。お肉から食べると牛丼なのに。うん、おいしい。本来の味をね、味わってからってことね。どうですか。おいしい。あ、よかったです、おいしい。これいただきます。確かにさっぱりしてるかもね。こういうことだよね、ちゃんと、ご飯、お肉、卵、これはもう牛丼は誰もそんなに普段食べないんですけど、もうしっかりとお肉とご飯をいいバランスで食べれた時のなんか達成感が半端ない気がする。確かに、難しいもんね、結構バランスが、ちゃんと味覚えてないといけない。味覚えてないさっぱり名分。あとで一人で食べに行ってもらいますから。はい、さっぱり名、豚の味がしっかりしてる、玉ねぎがシャキシャキ、オッケー。牛丼でしたこんな感じで、はい、おいしい。これは結構スルスルいけます。なんか温玉トッピングとかしたい。あー、おいしいよね。絶対おいしそう。おろしとかさっぱりでね、おいしそう、おいしそう。じゃあ、はい、続いてはすき家はこんな感じで美味しくいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。次、続いてはどうしますか。吉野家、松屋、中ありますけど、じゃあ吉野家にします。開けるよ。おー、玉ねぎめちゃくちゃ大きくない。大きいかも。なるほどね、確かに吉野家が一番デリバリーで言うとなんかお肉の量が多い気がする、私は。そうなんだ。すごい、でもお肉の味がすごい染みて。そうなんだ、まあ、牛丼ですから食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。まずお肉から。はい、まずお肉から。いかがですか。違うよ。違いますか。甘い。なんかお肉の味がこっちの方が甘い気がする。
っていうので私もいただきます。いかがですか、ご飯とともにいただいて。もう好き。あ、好き、うん、好きですか。でも吉野家お気に入りかもしれない、うん、食べるスピードとか早い気がする、うん、いただきます。おいしい。マジマジ、玉ねぎ甘っ、おいしい。この味、え、タレ、タレ、タレ、つゆ、つゆの味がすごい好きかも。玉ねぎが美味しい。うん、本当に味違う。あ、結構吉野家お気に入りです。吉野家の方が多分さ、味はそうだね、あのつゆ感が強いと思う。うん、どっちかっていうと、あの好きはタレ感があるというか、うんうんうん、うん、玉ねぎが美味しい。玉ねぎ美味しかったですか、うん、ちょっとしんなりした玉ねぎが。ちょっとしんなりして、あ、違うね、これは違う、ちょっと違うんですよ、楽しい。いや、そんな感じで、はい、吉野家ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。次は、うん、松屋を食べてみたいと思います。明日松屋。じゃあ開けますね。はい、ちなみに松屋は私お気に入り。松屋は真山が好き、はい、まさかのご飯とお肉が別添えということで、いいね、いいね。あー、全然違う。お待たせしました。待ってました。はい、それではいただいてください。いただきます。まずはお肉から。おーん、おー、え、もう好き好き、なんだろう、嬉しいわ。なんかお肉の嬉しい、この味が、うん、あのお肉感が強すぎるものより、この何つゆ、うん、の味がしっかり染み込んでる牛丼が私好きだから、多分、うん、美味しい。あ、この味美味しい、うん、めっちゃ美味しい、ね、一番好き、一番好き、うん、え、嬉しい。どんどん一番好きって毎日言ってるから、毎回一番好きになってるけど、うん、大丈夫、選べる。え、選べる、もう決まってきました。もう あなたがタイプよって。でもあるんだ。ここのタレが一番好き。本当に一番ですか。だからずっと一番聞けるんで。どうしましょう。おいしい。これお気に入り。あ、お気に入りですか。うん、嬉しいな。お気に入りです。今3店舗食べてるけど全然違う。全然違うね。うん、なんかさ、本当に普段はあんま気にしたことなかったんだけど、確かに食べ比べるとよりわかるね。今のところは、はい、松屋かなって感じするんですけどね。一緒だ。最後にあの中尾、もう食べたことのない未知の、私も初めて中尾の牛丼を食べていきたいと思います。初めて中尾って、私うどんのイメージ、私も結構うどんしか食べないかな、カツとか。そうから牛丼あったんだって思いましたけど、ちょっとこれは一味違いそうな気がするね、うん、なんか濃い、あ、香りが一番する。うん、ではいただきます。召し上がれ。すごい香りが。まずはお肉から。うん、いかがですか。すごい味がしっかりしてて、うん、これは、うん、お肉だけじゃなくてご飯と一緒に食べたいって感じ、うん、牛丼ですからぜひ食べてください。なかなかいないのに牛だけ食べてる人。吉野家と、うん、あれ松屋は甘め、うん、甘めですね。だけどこっちはなんだろう、紅生姜と合いそうな感じ。紅生姜と合いそうな感じ。紅生姜と合いそうな感じ。じゃあ私もいただきます。初めてだ、和風だしって感じ。もっ、これすごい。ここに来てこんなに一番色が濃かったにもかかわらず、だしの味がする。すごいよね。うん、美味しい。どこにしよう。これ全部味違くて、え、こんなに違うのかっていうぐらい違う、お店によって。
なんかだしの作り方とかつゆの作り方とか全然違うんだなと思って、うん、あと具材の厚さとか切り方とか、うん、食感の残り方とかもそれぞれ違くて、うん、なようなこれは中は割り下の味、割り下とかあーなんか、うん、ほんとつゆって感じ、だしって感じだね。一番濃いのにね、色そう、濃いけどこの見た目とちょっと違うんだよね、うん、迷うな。はい、ということで、はい、4店舗の牛丼を食べ比べてみましたが、見ましたね、ね、どれも味が違かったけど、ね、じゃまずはまやさんの、ああ私ですか、お気に入りはどこですか。そうですね、私は松屋派なんですけど、もともとね、うんうん、こうやって4種類食べ比べてみると本当どれもね個性が立ってて美味しかったなと思って迷っちゃうけど、やっぱ、まあ、安定なのは松屋なんだけど、食べてみてあこれちょっと今後も食べたいなと思ったのは中尾かな。中尾ね、うん、美味しかったよね。中尾美味しかった、うん、これとなんかうどんのなんか定食で食べたいなって、ね、ありそうありそう、うん、じゃあミレイさんは。私は、うん、結構2つで迷って、うん、2つで迷ってる。でも多分店舗で食べたらまた違うんでしょうけど、うん、なんか松屋か中尾の2店舗で迷いまして、うんうん、お私と一緒だね。そう、まあ似てるからね、ここ味覚、あそう味覚似てるのよ私たち私は松屋かなって思います。お松屋すごいね、なんかこう、うん、お肉が薄くてそれしっかり味付いてたし、うん、そのなんかだしつゆの味が結構家で食べるようなその甘めの味に似てて、うんうん、そうなんかそれがでしっかりと味がついてるのが好きで、うん、そのお肉してなくって、うん、そこさっぱりと食べれたなと思うので、うん、松屋が松屋でいいなって思いました。それではじゃあ後日ね、後日トッピングとかしたい、ぜひして、楽しみ。牛丼なんか結構好きになった。好きになった。うん、なんか嬉しいですね。嬉しい。ぜひ、はい、楽しんでいってください。はい、松屋に一人で行ってみたいと思います。行ってらっしゃい。今から4店舗の牛丼を食べた中で一番私がお気に入りだった松屋に行きたいと思います。一人で牛丼を食べていろいろトッピングして。一人牛丼行ってみたいと思います。じゃあ行ってきます。潰します。普通に食べるよりもトッピングした方がさっぱり食べれる感じがします。めっちゃスルスルいける。あ、風がやばい。ということで一人松屋行ってきました。イエーイ。今回はですね、とろろと、とろろ？とろろと温泉卵をトッピングして、その上に一味とか紅生姜、もう牛丼といえば紅生姜でしょということで乗せて食べました。めちゃくちゃ美味しかったです。普通にテイクアウトでこの間いただいたんですけど、やっぱりお店に来てほかほかのご飯の上に温かい牛丼が乗ってるってもう最高だなと思いました。スルスルいけました。いや結構ねパッと食べれるんで、これからは一人ランチの候補に松屋が入ったなって感じがして、すごく素敵な体験ができたと思います。美味しかったです。ごちそうさまでした。